私は20代前半の作家志望です。実績はミステリー系新人賞でベスト20に残る程度です。そこで質問ですが、出版不況はこれからもずっと続くと思われますか？自分が腕を上げる頃には市場規模がかなり縮小され、そもそも力を使う場がなくならないかと不安です。そんな不安してるんだってさっさと書けよっていうかさ、まあいいや。出版不況っていうのはよく言われますけど、はっきり言いますが、そんなもん気にしなくていいっす。なんでかっていうと、僕がデビューした30年前から文芸書籍の市場って良くなった試しがないから。60年前からテレビができた頃から若者の活字離れってずっと言われてたから。で、僕がデビューした30年前から文芸書籍の市場ってずっと悪いから、景気って。でもこうやって生きてんじゃん。だから市場の不況っていうのと、自分が売れる売れないっていうことを混同しないことが大事です。